テロ対策で有効なのは軍や警察の装備を強化させることではなく、テロリストたちの戦法に対して迅速に対応する経験と判断力を持ったスペシャリストの対応が最も効果的であります。そして対テロ作戦において最も重要なのは、テロ行為が行使される前に阻止すること。加えてそれによるテロ組織の解明と解体が命題となるわけです。現実にそれを実行できる集団はほとんどないというのが現状です。対テロ専門の集団もあるにはあります。ドイツのゲーナイン、イギリスの SAS、 アメリカの特殊コマンドもそうですが、問題は自国内でのテロ行為に対してしか出動できないという組織構造上の制約があります。テロリストたちに国境はないが、対抗する我々の方には政治絡みの国境があるからです。しかしテロリストと同じく国境を持たないカウンターテログループも一つだけ存在するのです。キャットという民間組織ですが、要請があれば世界中どこにでも出動するテロ専門の傭兵たちがいるのです。うん、あらかた片付いたわね。こちらの被害は？第一分隊はエリーとシャーリーが軽傷、第二分隊はアニナだけです。軽傷です。犯人たちの生存人数は？重軽傷8名、死亡6名。ジェシカの方はどうなの？まだ処理中だと思いますが。子守歌でも歌ってんのよ、お母さんは。眠れよ、行こうよ。寝つきかけた子供はちょっとした音でも目を覚ますのよね。そして泣き出すともう大変。どうなるの？私もあんたも神様にお目通りってことよ。最後の仕上げね、赤を着るのよ。怖かったら隊長たちと後ろで見てな。赤のコードは断線作動さ。白と青のコードを切って安心してこいつをジャミングなしで切ると。だってタイマーにつながってるし。タイマーってのはさ、時間が来ると電流を流すって誰もが思い込むよね。その反対に、時間が来れば電流を遮断することだってできるのよ。1,2,3 でコンバーターのスイッチを入れるんだよ。外すと一巻の終わり。彼氏のところへ死亡通知が届くからね。いい、切るよ。ぐっすりとお休みさ。もう大丈夫。坊やは寝た？ええ、素直ないい子よ。ヘルがチームの点呼を済ませて装備の確認を。いや、撤収します。作戦完了。一蓋丸丸乗車。この VTR は
3週間前ケルンで開かれた国際会議の前々日、銀の騎兵と呼ばれる KHN 系のテロ集団のアジトをキャットが急襲。会場に仕掛けられようとしていた爆弾や襲撃用の銃器を押収した時のものです。画面に映っていたのは女性ばかりだったようだが、彼女たちはアシスタントなのか？彼女たちが作戦の主力です。なんだって？君、資料を。はい。ありがとう。彼女の本名はマリコ・ローズバンク、年齢は26歳。東洋人か。名前からすると日系の2世かな。なかなかの美人じゃないか。いいプロポーションだ。黒髪も素敵だね。彼女はキャットの中でも数少ない女性指揮官で、依頼の成功完了率は実に 90% という数字です。簡単な仕事が多かったんじゃないかね。そのリスクの少ない仕事とか。彼女の経験値はこの3年間でアンゴラ、南西アフリカ、ボリビア、ニカラグア、バングラディッシュ、イランと世界の火薬庫と呼ばれる地区のほとんどで戦闘の経験があり、彼女と共に作戦した多くの兵は彼女をバラのマリーと呼んで敬愛しております。バラのマリーか。荒くれの傭兵たちが考えそうな名前だ。名字から来てるんだろう。ローズバンクはバラの岸辺という意味だ。まあいい。立派な戦歴とロマンチックな名前、類まれな美貌の持ち主であることは分かった。だが我々の欲するのは小説のヒロインやファッションモデルじゃない。そうだ、我々は保険が欲しい。テロリストの手から重要人物を守りきる保険がね。はい、承知しております。保証できるのか。彼女たちが最も適していると判断します。洒落た店ができたわよ。行ってみる？あっという間ね。この前作戦に出るとき工事やってたとこでしょ。結構ブランド物が置いてあるってデラが言ってたわ。もう偵察は終わってんのね。来週強化訓練が終わった後フロリダへ行くでしょ。水着もちょっと見ておきたいさ。ターゲットも決まってんだ。もちろんよ、あとは実行だけ。作戦手順は？ネギリ倒す。ディビジョン M のローズバンク隊長、至急実行本部へお越しください。繰り返します。ディビジョン M のローズバンク隊長、至急。ママあらちょろい。おい、ねネギリ買った。フロリダの男は。やらしいんだ。エッチなこと考えてんだ、アイリンたら。ガキは黙ってな。ビキニ着なきゃ胸と胴体の区別がつかないもんな、おめえは。ひどい、アイリンのバカ。ちょっぱい、お買い物しないでよ。雑誌わらし。ひどい、ひどい、ひどい。やめろ。およし、二人とも。いい？フロリダでごたごたはごめんよ。私は静かな休暇を楽しみたいの。何よ。それ着て静かな休日は。デザイン的にも騒々しくなる。お黙り。私がバカンスをどう楽しもうが口出しさせないわよ。素敵な戦利品ね。返品聞くかしら。マリ、ちょっと。行く先は北になっちゃった。強化訓練はなし。フロリダもキャンセルよ。作戦地はスイス。セーターが必要よ。装備は B と C。 作戦内容にもよるけど E コンテナも必要かも。今夜出発します。
東西ドイツの統合は想像以上に難航しているわ。経済格差が大きすぎるのよ。壁を取り払ったくらいじゃ解決にはならないわ。不満が大きくなるとストレスの吐け口が必要になる。政治家のスケジュールより市民のストレススピードの方が早い場合。テロ発生よね。じゃあスイスで作戦打ち合わせして実行はドイツ？うん、作戦地もスイスよ。非公式な会議が開かれるの。東西のね。東西ドイツの首脳だけじゃなくて東側と西側そのものの？ええ、アメリカの大統領もペレストロイカの指導者も鉄の女の後釜も。テロリストに核弾頭付きのミサイルを使える人間がいるとすれば15分と2秒で世界を変えることも可能よ。でも核を使えるほど金持ちのテロリストはいないわ。時限爆弾ぐらいは買えるでしょうけど。黙示録の鍵を握るのがテロリストか。ママほら飛行機。ティーミー、そんなに走ると転ぶわよ。膝をすりむいて泣くのは誰？やれやれ、ごまかし方を覚えたな。パパもこうするんだよね。またった1週間のロンドン出張さ、すぐに帰ってくるよ。分かってるわ。でも結婚してから3日以上離れて暮らすのは初めてよ。心配だわ。ティミー、ミスター・ティモシー・ローズバンク、君は私が1週間家を空ける間ミセス・マリー・ローズバンクを命に代えても守ることを誓うか？誓います、パパ。よし、いい子だお土産は何がいい？エリザベス女王の王冠か、バッキンガムの近衛兵か？王冠がなくなると女王様は困るだろうし、近衛兵だとママがご飯作るの大変だもの。僕はクマさんのぬいぐるみでいいよ。ふんと大きなのがいいな。よし、わかった。楽しみにしておいで。じゃあ、ママにも大きなクマさんを買ってこよう。おっと、時間だ。ゲートの中で取引先の営業マンと待ち合わせになっているんだ。ここでお別れだよ。いいかい、まっすぐ帰るんだよ。寄り道しないようにね。ええ、お家にはまっすぐ帰りますけどね。空港の中は寄り道じゃないもん。ママ、頭いい。ママ、もう少し上。フロリダ経由ロンドン行き英国航空122便の最終案内をいたします。英国パパの乗る飛行機だ。ねえママ、ティーミー、こっちからゲートが見えるんだよ。パパが乗るとこ見えるかもしれないよ。ティーミー、こっちへいらっしゃい。うん、パパどれかわかんないや。強くしようか。ひどい汗よ。またバラの夢を。
ええ、時々見るの。緊張した時にね。夫も坊やも何もかも奪い去った。私はテロリストが憎い。マリー、私だけ生き残らせたテロリストが憎いのよ。つまり東西首脳会議が開かれるところよ。インターラーケン、あった、偏僻なところね。偏僻なの、そこ。そう偏僻でもないわよ。昔からアルプス登山の基地としては有名ね。アイガー北壁、ユングフラウヨッホ、マッターホルン、クライマーにとっちゃメッカよ。へえ。会議場はインターラーケンから車で30分のここ、バッハヘルナーの山荘で開かれます。もうその情報はテログループに漏れていると考えていいの？そう考えた方が良さそうね。会議は2日間、会議の性質上非公式なので、各首脳とも随行員は最小。会場には首脳以外は女性しか入れません。つまり私たちがコンパニオンとスペシャルガードを兼ねるってこと？そういうことね。テロリストをまず性別で振り分けるってわけ？大雑把ね。テロ団体の実行部隊はほとんどが男性と考えれば無理もない措置だと思うけど、シークレットサービスや SAS がよく承知したわね。でも宿舎から会議場までや会議中の山荘周辺部の警備は？ガードはすべてスイス軍並びにスイス山岳警察が行います。各国首脳とも明日空港から山荘までヘリで移動、宿泊もすべて山荘内ということになります。すごい、缶詰会議やるの？ああ、じゃあもしかして私ら夜のお相手も？私らはコールガールとは違うのよ。なんでも密着警護という点が。まあ自由恋愛ですから、そのプランも別に悪いとは言いませんけど、奥様も同行なさっているということを忘れないように。きったね、女は私らだけだって言ったじゃん。アイリーン、国際規模の集団場はごめんよ。隊長、会議場内と山荘周辺部のチェックは我々が？会場と周辺部2キロ以内はスイス政府のチェック済みよ。会場の設定が決まったのが1週間前だから、会場そのものに爆薬を仕掛けるのはちょっと無理ね。スイス陸軍第12師団第1大隊エルンスト・ハイネケン中佐だ。ようこそキャットのお嬢様方。私がキャットオーバーシーズタクティカルヘッドオフィサーのローズバンクです。よろしく、ハイネケン中佐。美しいレディをお迎えできて光栄です。おお、やるじゃん。素敵。膝。やっぱヨーロッパの軍人は粋だよね。エーデルワイスのアッペンはスイス山岳部隊でも特別な連中だってことよ。特殊コマンドってこと？衛星中立国だから特殊コマンドっても私らとは質が違うけどね。エーデルワイス相手じゃグリーンベレーや SAS の空挺隊だって勝てるかどうか怪しいってほどの腕前だって聞いてるわ。すっごいんだ。こんなに若くて上品で美しいお嬢さんたちだとは思ってもみませんでしたよ。女を見てくれだけで判断なさってはいけませんわ、中佐。そうですな。ではあたくしたち合格できまして。ですから申し上げましたわ、女を見てくれで判断なさってはいけませんと。さてと、ぼちぼち行きましょうか。本当に来るのかしら。情報ではね、大したスケベだそうよ。男って分かんないわ。隊長はもう会場の警備に入った頃よ。あと15時間で会議が開かれるわ。でもその男がリモコンの爆弾を作る名人だって言っても今回の作戦には関係ないかもしれないじゃない。隊長は
司令部から今度の作戦を聞かされた時、どうしても残る不安材料があるって言ったの。まず一つは会議の開かれる会場がひどく不便なところにあること、二つ目は狙撃が不可能だってこと。どうしてそれが不安材料なの？両方ともすごくいい条件だと思うわ。不便ってのは考え方の問題よ。敵の侵入を防ぎやすい反面、味方の応援も素早く動けない。狙撃が不可能な地形ってことは、鼻から爆弾に頼る。首脳全部を狙うとすれば爆弾一つで済むってことよ。あれが趣味よ。害はないけど、みっともいいもんじゃないわね。ジャンピエール・モンタン、パリ工科大学で博士号まで取った男よ。ドクターなの？なんでデバガメを。それに身なりだって。よくいる男よ。酒と女で身を持ち崩しってやつね。この上のホールにもそういう男が描いた絵が飾ってあるけど、確かロートレックだっけ。肩や絵を残せたけど、かわいそうなジャンは何も残すことができないわね。ま、あの調子だからフラッといなくなっても誰も気に留めない。先々週イギリスのテログループと一緒にインターラーケンにいたって、犬も気づきはしないわよ。じゃあもうすでに会場内には爆弾が。またとんでもない場所に山荘を建てたもんね。風光明媚ね。山に囲まれ、谷に向かって視界が開け、箱庭のようなチロルの風景が一望に見渡せる。朝霧に霞み、夕日にアルプスは輝くわ。航空機での爆撃は不可能。狙撃も地形的には無理よね。これだけ気温が低いと狙撃のチャンスを待ってる間に凍死するわ。そうね。昼でもマイナス18度、夜になればさらに10度は下がるわ。マリー、中に入りましょう。冷えは女の大敵よ、うん、アイリーン、山荘内のチェックは終わった？はい、大体終わりです。磁気探知機や金属探知機はもちろん、アイソトープも使用して密閉した場所も全てチェックしました。上下水道の管の中も確認済みです。ご苦労様。でも念には念を入れてね。了解。ああ隊長、ここでしたか。外回りは 90% 調べました。基本的には異常は認められません。爆薬の場の字も見当たりませんよ。専門のジェシカが言うなら大丈夫ね。どうしたの？どこがどうって言えないのよ。嫌な予感がするだけ。考えすぎよ。ジェシカが調べて何もないなら太鼓判よ。いやあ、ここにおられましたか。相当やっておられるようですが、何も出ないでしょう。この山荘は我々が床板の一枚までひっぺがして調べ、周囲1キロは庭木の根っこまで完全に調べましたからな。まあ本来なら会議場内部も我々に任せていただきたいのだが、メンタルなニュアンスの会議なので我々がうろうろしたのでは思う意見も出ないでしょうからな。ええ、私たちもそれは承知しております。隊員のほとんどはメイドの服装で警戒に当たらせますし、分隊指揮官と会場の直接警護に当たる私たちはドレスを着用しますわ。しかしどこにも武器を持っておられないようにも。ほれ、これはサービスだよ、おっちゃん。いやいや、客船尾だけで十分に武器ですな。テロリストには通用しないサービスだけどね。軍および警察の皆様には本当に感謝しております。私たちも万全の体制を持って会場の警備に当たりたいと思いますので。安心しました。よろしく。信用してねえな、あのおっちゃんは。気にしちゃやってられないわ。デラとコリンから連絡は？あと30分で定時連絡が入ると思いますが。マリー、例の報告書を気にしてるの？あれは参考項目として記載されていた情報で確証じゃないから気にすることはないんじゃない？
仮にイギリスのテログループがモンタン博士と手を組んだにしても、このネズミ一匹入れない警戒の中でどうやって爆薬を仕掛けるの。どうせ下見に連れてきたけど役に立たないと判断したんで引き上げたのよ。でなきゃパリのナイトクラブで覗きやってるはずないわよ。谷の入り口から無線操縦のヘリあるいは飛行機に爆薬を積んで山荘に突っ込ませるとしても発見されて撃ち落とされる。山を越えて突っ込ませるには高度を3500メートル以上に上げなきゃ頂上を起こせない。爆薬500キロ以上抱いてその高度に上がるとすれば軍の戦闘機じゃないと無理。それに会議の当日は3方向から妨害電波が出るから実質上無線は使えないしね。一番問題があるとすればヘリポートからマイニアまでの狙撃だけれど、谷方向からは不可能。山方向からも障害物が多くてちょっと無理ね。ジェシカ、ヘリポートから山荘マイニアまでの道は？全部調べました。中佐が庭木の根っこまでと言ったのは嘘じゃありません。地下水の音すら拾う探査視音機も使ってみましたが、次元式信管の音は拾えませんでした。デジタル式の信管に対応するパルス測定器でも反応なしです。マリー、デラたちの報告を待つわ。作ったよ、三つ葉菓子な。簡単なもんさ。あんな朝飯前だ。おまけに爆弾とは言えん。爆弾じゃないの？音だけだもの。何考えてやがんで。音だけ？そう、音だけ。でも音は大きいよ。ストリップショーの余興でも使うやつさ。何時にセットしたのよ？セット？セットなんかするかよ。次元式じゃねえから。リモコン操作でポンだ。それよりおめえよ、一発やらせてくれりゃノートルダム寺院だってよ、吹っ飛ばすやつ作ってやるで。分かったわよ。そっちの姉ちゃんでもいいや。こぼれてキュッとしたのも俺は好みだよ。で、そのでかい音を出すブツはどこに仕掛けたのよ。誰がリモコン持ってんの？ったくも、これ以上飲ますと喋れなくなるわよ。しょうがないじゃない、あとちょっとよ。リモコンなんていらねえよ。定めは星に聞けってやつで。くそ。死んだ？パリのデラから連絡よ。とにかくすぐ来て。例のデバガメ博士は何者かに銃撃されて死んじゃったわ。やはり爆弾が？戦闘配備よ。ちょっと待って。
数は3個。火薬の量は推定5グラム。5グラム?5キログラムの間違いじゃん。音だけって書いてあるわ。間違いじゃなさそうね。殺されたモンターが最後に言った言葉が、定めは星に聞けって。どういうことかしら。わかんないわよ、それじゃ。身を持ち崩しても学者ね。最後はやっぱり宿題出して退場か。音、星。何にせよ、私たちが知らない場所にもう仕掛けられてるのね。この山荘のどこかにね。中佐に連絡して会場を別の場所に変更してもらうってのは。キャットはこの会場でビップたちの安全を保証するために来てるのよ。それに会場が危険なのではなくて、集まる顔ぶれが危険を呼ぶのよ。世界の顔が一箇所に集まって密談ともなればハイリスクはつきものよ。ロビーは異常ありません。あと3組だ。何事もなければいいな。さあ本番よ。装備を確認して所定の位置について。マリー、私たちも。ヒーターが入っているとはいえ、結構昼間はあったかいわね。そうね。会議場に使うメインダイニングや客室は全て南向きだし、今日は特にお天気もいいみたいだから、ジェシカたちは助かるわよ。足りないよ、ミルクも。すぐに用意します。それ拭いた。ったくよ、何もかも私たちがやるとは思わなかったぜ。そろそろ夕食の搬入者が来るわよ。何人かヘリポートへ。ヘリポートにゃお優しい軍隊のおじさまがいるだろ。優しい軍隊がよ、運ばせろよ。んなこと言ったって、あの橋からこっちは私たちしか入れないのよ。シェリー、リンダ、サマンサ、行って。私たち文句言わずに行く。銃撃戦やってる方がずっと気が楽だわ。行ってきます。たく、ここのパート掃除当番誰？ここまでは何事もないようね。やあご苦労さん。なかなかスムーズに進行しているじゃないか。さすがはキャットの情勢部隊だね。なんだって？この娘たちが特殊部隊なのか。そうなんだ、見えないだろ。こういった会議専門のコンパニオンかと思っていたよ。驚いたね。彼女たちも。はい、閣下。さあ行こう。じゃあこの後もよろしく頼むよ。ああ見ると普通のおっさんなのにね。でも彼らの決定は地球を動かすわ。さあ夕食までにもう少し時間があるわ。私たちも良いお手伝わないと。気温が上がる。三方を山に囲まれ、南斜面。音、大きな音、三つ。マリー、どうしたの？爆薬は三つ、斜面も。マリー、マリー、どうしたの？ハイネケン中佐を、ヘルガ、首脳を、ビップを早く避難させて。マリー、時間がないのよ、早く。マリー、落ち着いて。何なのよ。雪崩よ。テロリストは雪崩を起こしてこの山荘ごと潰す気だわ。何ですって？ハイネケンだ。どうしたね、マリー隊長。中佐、三つの山に散っているあなたの部下をすぐに退避させて。あ、何を言ってるんだ。この3週間以内に山に登ったパーティーは。ああ、8つぐらいのパーティーが今月アタックしてるが、2週間前に最後のパーティーが山を降りてるし、
別に問題は。爆薬は山に仕掛けられたのよ。なんだって？その情報は確かなのか？夕食が運ばれてきたようですね。ああ。おい、あの二人は何だ？ジュースター、どうなさったの？あの二人もキャットのメンバーなんですね。ジュースター、ハイナケンジュースター、どうなさったの？ヘルガ副長、すいません。大統領補佐官がワシントンと連絡を取りたいので、通信衛星の回線を開けてくれと。ええ、いいわよ。衛星通信。定めは星に聞け。星に。送信は。ダメ！ヘルガ！な、何よこれ。マリ、橋が。ジュサー！まだ山荘に達するまでには間がある。山荘からビップを連れ出すんだ。では向こう側に。退避！退避！皆さん落ち着いて。マリー、ジェシカ、ビーコンテナを。ヘリウムガスを急速充填する気球型のパラシュートです。コンマ3秒で有効浮揚力に達し、体重80キロの人体を降下率毎秒 0.8 メートルに制御する電子センサー付きです。雪崩迫ります。距離約1000メートル。これで南側の崖から降下してください。谷方向に風が吹いていますから、麓の村へ降りられるはずです。そんな無茶な。早く知りたいの。来ます。みんな早く。脱出するのよ。でも隊長たちのパラシュートが足りません。いいから早く行きなさい。早く。これで全員か。いえ、まだ中に数名。マリー隊長です。おお、おお、山荘が。パイプは組めたわ。早く！もう酸素土台が。酸素が。隊長！行くわよ！マリー隊長です。隊長！危機一発だったわね。ええ、でもこの格好なんとかならないのかしら。夕ごしらえでしたし、着替えの時間はちょっと。ショーのフィナーレとしてはまあいいんじゃないでしょうか。
らわない？無事でよかった。中佐、首脳たちは全員無事で別会場にて会議を続行するそうです。政治屋さんってタフね。共同メッセージが皆さんに届いています。え？テロリストの企てた恐るべき計画も我々を守る女神たちの前に水の泡と化した。感謝する。勇敢なるワルキューレの女神たちに栄光あれ。勉強になりました。女性を見てくれだけで判断してはならないとね。作戦終了。1号30、撤収します。何も、あの子はヘルガも十分視線を集めてるわよ。え？そう思う？でも、もう年だから。これからが女盛りよ、私たち。はい。マリー、バカンスを楽しんでる最中にすまんが、チームを連れてパタゴラに。いいの？そんなことして。大差でしょ？もちろんよ。勇敢な女神であり続けるには休息は必要よ。